こんにちは、マサオです。やってきました、お正月休み。今年は引きこもってひたすら食べて飲んでゆっくりしようと思います。新しい料理にも挑戦してみたい。お正月っぽい料理も楽しんでみましたよ。たくさん食べてたくさんお酒も飲みました。ぜひ最後まで楽しんでね。ヤバめの太っちょ男が通ります。とても張り切っていますね。でもまずは手洗いから。さてまずは人参の皮むきから。お節に入っていそうなロールチキンを作ろうと思います。今日は初めて挑戦するメニューばかりなので、ワクワクドキドキ胸の高鳴りが止まらないよ。鶏胸肉の登場です。細く切った野菜を鶏胸肉で巻いてあるやつです。彩りきれい、しかもヘルシー。母ちゃんの作るおせちにもロールチキンは入っていましたね。実家では他にもエビチリがおせちの定番でした。エビチリは俺の担当でしたよ。正月にはたくさんの人が家に来るので大量のエビチリを作っていたのを思い出しました。人参です。冷凍のインゲンも巻いていきます。意外と簡単で見た目もよく美味しかったです。豚さんデザインのタコ糸です。しっかりと巻けば下準備の完成です。洗剤のスプーンからこぼれ落ちる薄力粉、このサイズ感がちょうどよくてずっと愛用しています。ちゃんと洗って使っていますので安心してください。鶏胸肉にしっかりとまぶしておきます。軽く表面を焼いていきます。コロコロチキン鮭でございます。じゅわー、お醤油です。ポポポ、お砂糖です。みりんです。蓋をして火を通します。タレをしっかりと絡めたら完成です。冷めてからカットします。お次はこちらも正月らしいメニュー、伊達巻きを作ります。子供の頃のおせちってあんまり好きじゃなかったけど、伊達巻きは大好きでした。ふんわりはんぺん、こちらもちぎってミキサーに入れていきます。母ちゃんの作る伊達巻きはお砂糖多めの甘いやつ、みりんも入れます。和風みりんタイプです。みりんタイプってなんだろう。焼いていきますよ。実家では母ちゃんが作るのはよく見てたけど、自分で作るのは初めてかもしれません。丸いフライパンでうまく焼けるのかちょっと心配。これは成功なのでしょうかね。巻いておけばなんとかなるでしょう。久しぶりに伊達巻きを食べるのでちょっと楽しみです。こちらも冷めてからカットします。お次はガメ煮です。こちらもお正月の定番、2本入って155円のレンコン、お買い得でした。一人暮らしを始めてからはなかなかガメ煮を作る機会も食べる機会もなくなってしまいましたね。これも子供の頃はあまり好きじゃなかったけど、大人になってから大好きになったメニューです。美味しくできるといいな。くるくる回していますがお酢でございます。お次はごぼうです。たっぷり根菜も食べられますよね。俺はガメ煮って言いますが、筑前煮という呼び方が一般的かもしれませんね。人参です。先ほどのロールチキンの残りです。全部使っちゃいましょう。煮物って思ったより大量にできてしまうの俺だけでしょうか。こんにゃくは切れ目を入れてくるりん。手綱こんにゃくにするだけで見た目が違います。そういえばこの作業は子供の頃大好きでお手伝いしていた思い出がありますね。広告の品激安、お正月にありがたいです。お醤油です。鮭でございます。もみ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 。まずは具材を炒めていきます。今回も大量にできそうなよかん。お醤油です。お砂糖です。みりんです。鮭でございます。
本出しです。日本の水道水をジャパンと注いでいきますよ。こんにゃく、戻した干し椎茸、ごぼうです。あとは煮汁が少なくなるまで煮込んでいきます。おいしそう。お次は何かお正月っぽいレシピはないかとネット検索していたところ、楽しいものを見つけたので作ってみたいと思います。塩茹でしたブロッコリーとインゲン、チックです。こちらを使って門松を作ってみたいと思います。不器用なのでうまくできるか心配ですが、なんとかやってみます。合っているのかわからずちょっと戸惑っていますね。なんか違う。これで合ってる？ブロッコリーも詰めて、なんとなく門松になってきたような気もします。うん、なんかお正月っぽくていいんではないですか。不器用太っちょ男の門松が完成しました。お次は押し寿司です。大村寿司というみたいですね。卵にお砂糖を入れて混ぜておきます。錦糸卵を作っています。これも実家の正月では定番でした。一人暮らしを始めてからも正月になると母ちゃんが毎年手作りの押し寿司を送ってくれていましたね。相変わらず真っ黒いフライパン。薄焼き卵が2枚焼けました。次は中の具材を準備。かんぴょうとかも入れるみたいですが、俺はあるもので作ろうと思います。画面煮の具材を少しずつ残しておいたので、それを使っていきます。ごぼうです。すべての材料をとりあえずみじん切り、干し椎茸も入れます。本日は根菜パーリーですね。ごま油、具材を炒めていきます。お醤油です。お砂糖です。少し甘めの味付けになっています。これが酢飯と合うんだよな。ご飯にお砂糖、こちらも多めですね。お塩もちょろっと。お酢でございます。まじまじ。錦糸卵を作っていきましょう。甘めの卵が具材とマッチングして美味しいです。ここまでくればあとは詰めていくだけ。母ちゃんは大きい押し寿司の木の型を大工さんに作ってもらっていましたね。俺は持っていないのでタッパーで代用してみます。ラップを敷いたタッパーにまずは錦糸卵、ご飯をみっちりと詰めていきます。その上から具材を乗せていく。母ちゃんは間に桜でんぶも挟んでいました。カットした時に切り口がピンク色の可愛い押し寿司でしたね。もりもりご飯、押し寿司なのでぎゅうぎゅうと詰めていきます。2合近いお米が押し寿司になりましたよ。カットするのが楽しみです。まん丸いててぎゅうぎゅう。さあ盛り付けていきましょう。いつの間にかブロッコリーとインゲンが入ってますね。門松に使った残りを入れました。伊達巻きも切ってみましょう。成功してるかな。丸いフライパンで作ったからちょっと小ぶりではありますが、くるくる可愛らしい伊達巻きが完成しましたよ。思ったよりも簡単に作れるんですね。食べてみると何ともお正月らしいではないですか。早く食べたいです。いや、食べました。押し寿司もいい感じです。ロールチキンも切っていきましょう。なんとも切り口が可愛らしい。具材が真ん中じゃないのがご愛嬌。最後にタレをかければ完成です。さあテーブルセッティング、お正月の始まりです。お正月といえば濃いめのハイボールですよね。
では皆さん乾杯。今年初めてのお酒、しみますね。色とりどりのロールチキン、お正月にぴったりん。鶏胸肉1枚148円、人参3分の1本27円、人間適量5円、合計180円。甘い縦巻きだよ。はんぺん2分の1枚44円、卵2個40円、合計84円。お正月といえばこれ、押し寿司。卵1個20円、人参適量15円、干し椎茸適量40円、ごぼう適量40円、レンコン適量20円、合計135円。九州のガメにやっぱ食べたくなるね。鶏もも肉 250g 200円、人参2分の1本20円、干し椎茸適量80円、板こんにゃく2分の1枚20円、ごぼう2分の1本50円、レンコン1個60円、合計430円。どうですか、門松っぽいですか。ちくわ1本33円、インゲン適量5円、ブロッコリー適量5円、合計43円。特別なお正月メニュー合計872円です。早速食べていきましょう。豪華になりましたね。しかも大量にできましたよ。久々の画面に、うん、美味しい。箸が止まらない美味しさです。ハイボールにも合います。久々の押し寿司も食べてみましょう。うん、もう最高。中の具材と酢飯が合う。こんなに豪華なお正月は久しぶりです。ロールチキンもたまりませんよ。甘じょっぱいタレが絡んで進む。お酒も止まりませんな。チックー門松にはマヨつけたら美味しいと思います。お正月休みもあっという間に終わるんだろうな。毎年休暇は過ぎるのが早いですね。濃いめのハイボールも進みまくりです。この筑前煮、やはり2人分。煮物はたくさん作りすぎても日持ちもするし、アレンジもできるからいいですね。食べる手が止まりませんよ。飲んだくれのお正月ですが、今年も楽しく過ごすことができそうです。せっかくなのでレモンサワーもいただきましょう。お休みなのでね、どれだけ酔っ払っても大丈夫。仕事終わりの一杯も美味しいけど、翌日を考えてセーブしちゃうから、休暇のお酒はまた違った美味しさがあるよね。二日酔いなんて気にしない、体重なんて気にしない。ふう、美味しい。話は変わるのですが、この休暇で父ちゃんと母ちゃんに会えました。数年ぶりで、父ちゃんも母ちゃんも年を取ったな。これからは親孝行ももっともっとしていきたいです。それとですね、翌日母ちゃんからメールが来ました。過去に俺がお話ししたと思うのですが、俺が動画の副業を始めると母ちゃんに話したら、副業って闇バイトね、盗撮とか犯罪よ、とメールをくれた母ちゃんですが、今回は会った翌日にメールをくれました。マサオ、おはようございます。会うときもうちょっと痩せてるかと思ったらがっかりしたよ。痩せないと彼女もできないよ。さすがに母ちゃんをがっかりさせてしまったかなと少しショック。はっきり言ってくれることには感謝してるんですけどね。食べ過ぎ飲み過ぎてソファーで寝落ちです。
こんにちは、マサオです。こちらかんころ餅です。干したさつまいもともち米を混ぜてついたものです。毎年正月前になると実家から送られてきます。甘くて美味しくて俺も大好きです。俺は1センチ幅にスライスしてトースターで焼いて食べます。実家からの贈り物、かんころ餅、プライスです。うん、美味しい。冬のおやつにぴったり。おはようございます、マサオです。お正月飲んだくれの翌朝、軽く二日酔い。さすがの俺でも食欲がありません。残った料理立ちを使って軽くランチにでもしますかね。まずは残った伊達巻きのみじん切りから、さらにしっかりと潰しておきます。さらにマヨネーズ、食欲ないと言いつつこってりん、塩コショウです。伊達巻きってほぼ卵だし、パンに挟んでも美味しいはず。さらにカロリーアップ、さらにパンにもカロリーアップのマヨネーズ。食欲ないって本当ですか？パンに挟むだけ、簡単デザートができました。ん？デザート？メインはこちらです。画面にカリーパウダーゴールド、さらに溶け込むカレー、肉じゃがやおでんなんかも翌日はカレーにしちゃいます。画面にで作っても美味しいです。根菜たっぷり。さあ盛り付けてランチにしていきましょう。これが二日酔い男のランチですかね。画面にリメイク。煮物大体カレーにしがちです。画面にの残り0円。甘い伊達巻きで卵パン、こちらデザートです。伊達巻き半分84円。食べ方いろいろ、ドッグロール30円、合計114円の二日酔いランチです。やっぱりどんな煮物でもカレーにすると美味しいです。根菜たっぷりで食べ応えもありますね。子供の頃はあまりガメ煮を食べなかったので、翌日大量に余ったガメ煮を母ちゃんがカレーにしてくれていました。そうすると俺も妹も全部平らげてしまうんです。母ちゃんがあんたたちの分は最初からカレーにしようかと笑っていたのを思い出します。さて、いつも滑舌が悪いことで有名な俺です。ナレーションも自動でテロップ生成するアプリですら俺の滑舌の悪さには困っているようです。いつもの変換間違いから言ってみましょう。おはようございます、マサオです。こちらのナレーションはいつものごとく、おはようございます、マサオですに変換されてしまいました。いっそのことマサオからマスオに改名した方がいいですか？お醤油です。こちらのおなじみのナレーションはお砂糖です。日本の代表的な調味料ですらまともに発音できないのですね。ここまでくればあとは詰めていくだけ。こちらのナレーション、ここまでくればあとは冷めていくだけと、なんとも切ないセリフに。ちくわ1本33円。こちらのナレーションはちくわ1本33円、もはや意味不明。最後は驚きの変換です。インゲン適量5円。こちらなんだと思いますか？なんと人間適量5円。なんという衝撃の変換でしょう。しかも5円って激安すぎませんか？では最後に NG 集行ってみましょう。興味がある方のみご覧ください。細く切った野菜を鶏胸肉で巻いて巻いて、細く切った野菜を鶏胸肉で巻いてあるやつです。美味しくできるといい、美味しくできるといいな。戻した干し椎茸、あとは煮汁が
あとは煮汁が、あとは煮汁が少なくなるまで煮込んでいきます。お次は何かお正月っぽいレシピはないかとネット検索していたところ、母ちゃんは間に桜でんぷんも挟んでいました。さすがの俺でも食欲がありません。甘い伊達巻きで卵パンデザート違う甘い伊達巻きで卵パンこちらデザートです。先ほどのロールチキンの残りです。根菜たっぷりで食べ応えもありますね。伊達巻きパンも甘い卵とマヨネーズがマッチしてて、これまた美味しくいただきました。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録してもらえたら嬉しいです。